愛を綴る女は2016年のフランス・ベルギーの恋愛映画。監督はニコール・ガルシア。出演はマリオン・コティアール・トルイ・ガレルなど。原作はイタリアの作家ミレーナ・アグスのベストセラー小説祖母の手帳。運命の恋に一途に憧れる女性が最後にたどり着く真実の愛を描いている。2016年5月に開催された第69回。 カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品された。第42回、セザール賞では、作品賞や、監督賞、主演女優賞など、計8部門にノミネートされたが、受賞はならなかった。1950年代の南仏の小さな村で暮らす美しい女性ガブリエルは、運命の恋に一途に憧れるあまり、片思いの恋に敗れたことで騒動を起こしてしまう。精神的に、 不安定なガブリエルの扱いに困った母アデルは、スペイン内戦から逃れてきた過去を持つ寡黙な季節、労働者ジョゼがガブリエルに好意を抱いていることに、気づくと半ば強引にガブリエルをジョゼと結婚させる。ジョゼに対して、愛してないは、絶対に愛さないと告げるガブリエルに、ジョゼも、また、俺も愛してないと答える。ジョゼがアデルらの支援で始めた、公務店は繁盛し、 ガブリエルは、ジョゼの仕事を手伝うものの、ジョゼを夫として、愛想とはせず、娼婦のようにジョゼに金を払わせて、関係を結ぶ。そんな生活の中で妊娠したガブリエルは流産し、さらに腎臓血石と診断されたことで、アルプスの療養施設で、温泉療養をすることになる。投げやりで治療にも、積極的でないガブリエルだったが、インドシナの戦地で重い病を患ったために、 療養中の若い将校アンドレと出会うと、一目で恋に落ちる。ガブリエルはアンドレこそが、運命の相手と信じていたが、アンドレとは互いに惹かれ合いつつも、友人以上の関係になれないまま、容態の悪化したアンドレは、リオンの病院に定員することになる。再び投げやりとなった、ガブリエルだったが、ある日、アンドレが突然戻ってくる。ガブリエルは、アンドレと一線を越え、愛し合う。 恋人同士として生活を送るようになる。しかし、体調が回復したことで退院することになった。ガブリエルは、アンドレの会うための連絡を入れるとの言葉を信じ、迎えに来たジョゼと共に家に帰る。ガブリエルは妊娠していた。ガブリエルは、その事実をアンドレに告げぬまま、手紙を送り続けるものの、一向に返事は来ず、とうとうこれまで送った手紙がすべてまとめて、 変装されてきてしまう。ガブリエルは男の子を出産する。ジョゼはすべてを承知の上で自分の息子として愛情を注ぐ。ガブリエルは息子にアンドレの姿を重ねるようにピアノを習わせ、アンドレが好きだったチャイコフスキーのピアノ曲、船歌を弾かせようとする。成長した息子はピアノの才能が認められ、リオンで行われるコンテストに出場することになる。ジョゼと息子ともに リオンにやってきたガブリエルは、アンドレの住む家が近くにあることに気づくと、家族を放ってアンドレの家に向かう。ところが、アンドレの家には、かつてのアンドレの部下がおり、彼からガブリエルは驚くべき真実を知らされる。実はアンドレは療養施設から転院したその日に、リオンの病院で亡くなっており、療養施設には戻っていなかったのである。戸惑うガブリエルに、 療養施設に見舞いに来た日のことを尋ねられたジョゼは、これまで語ることのなかった真実を語る。ガブリエルを見舞いに来たジョゼは、アンドレと偶然に出会って話をしていたのである。アンドレはジョゼが、ガブリエルの夫とは気づかなかったものの、ジョゼは、ガブリエルとアンドレが互いに惹かれ合っていることを、知ってしまう。その夜、療養施設近くの宿に泊まっていたジョゼは、眠れず、 ガブリエルの部屋を訪れると、そこでガブリエルは、ジョゼであることを認識せぬまま抱かれる。ガブリエルはかつて、アンドレと撮った写真を確認する。二人で写っている、はずの写真に写っていたのは、ガブリエル一人だった。アンドレとの生活はすべて、ガブリエルの妄想だったのである。ガブリエルはジョゼに、なぜ黙ってたのと尋ねる。ジョゼは、君に生きてほしくてと答える。ガブリエルは、 ジョゼと共に、ジョゼの生まれ故郷のスペインの村を訪れる。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、愛を綴る女は、印象的なビジュアルとマリオンコティアールの強力な、仕事の恩恵を受けているが、最終的にはどちらも弱々しいメロドラマに、陥ってしまうストーリーに打ちひしがれている。であり、 56件の評論のうち、高く評価しているのは32%にあたる18件で、平均して10点満点中4.73点を得ている。メトクリティックによれば、17件の評論のうち、高評価は3件、賛否混在は8件、低評価は6件で、平均して100点満点中40点を得ている。アロシネによれば、フランスの30のメディアによる、 評価の平均は5点満点中3。5点である。ありがとうございます。